皆さんこんにちは、サンディです。今日は2人で買ったものを紹介していきたいと思います。では始めましょう。 My Beauty Style by Sandy。でタイから帰ってきたので、購入品を見たいってたくさん言われたし、ぜひ買えるものを紹介したいなと思ってこのビデオを作っています。で、今回はですね、タイに関しては3つか4つに分けてビデオを作ろうと思います。今回は購入品の紹介は、コスメだけの紹介で、また違うビデオで、お土産とか、お菓子とか食べ物系で、あとは、タイに持って行って便利だったもの、そして、タイでお買い物するのに、おすすめな場所、スポット、特にバンコクの、おすすめなところ、コスメ好きに関してはここをチェックしとけっていうところをまとめたビデオを改めて違うビデオとして出していこうと思います。はい、ってことで早速紹介していきたいと思います。で、タイにも何かないかなと思っていろいろ事前にたくさん調べて、その中で数日前に1時前か2日前ぐらいに生配信している時にセフォラを発見しました。そうです、タイにセフォラがあります。で、私はそこがメインとして、お買い物していきたいなと思いました。で、他にもタイコスメとかもやっぱり有名で、でも今回はタイコスメっていうよりも日本で、買えない海外コスメ、アメリカの方のコスメとかヨーロッパの方とかそっちを買いたいなと思って、まあ、タイコスメはまた違う機会に、また違う時に買えばいいかなと思って、今回はそちらのセフォラ、そしてもう1店舗あったので、セフォラに似た店舗があったのでそっちでもお買い物をして、あとは薬局で、買い物をしました。早速見せていきたいと思います。まずセフォラで買ったものなんですけども、まあ自分が使ってるビューティーブレンダーがもうそろそろ本当にボロボロになってきたので新しくビューティーブレンダー2つ買いました。ピンクとブラックです。前回もピンクとブラック2つ買ったんですけども、私の中では、違いとしてはこっちの方がマット感とか厚塗り感を残してくれる感じで、こっちはもっと素肌っぽい感じ、もうちょっと吸い取ってくれる感じが、自分の中ではそういう感覚で違いがある気がするので、まあ2つ買いました。はい、そしてこれが一番狙っていたもので、それをセフォラ買いに行こうと思っていたものが、日本には送られてこない、アーバンディケイのネイケッドパレットシリーズのヒートを買いました。これずっと欲しかったんですけども、いろんなところで送ってくれるところないかなっていろいろ調べて、見つけたとこはあったんですけど、結局送料含めて1万円ぐらいになるぐらいだったのでどうしても踏み出せなかったんですけども、せっかくセフォラに行ったんだからこれはゲットしなきゃと思って、ゲットしてきました。で、値段なんですけども結局変わらないです。なんとなく、タイのお金ってバーツなんですけども、バーツの感覚でいくとちょっと安く感じるけど、やっぱり日本円にして計算するとあんまり、セフォラの通販サイズと変わらないので、でもまあその分送料はかかってこないって思えばかなりお得に買えたと思います。で、今回はこのネイケッドシリーズのヒート、初めて、ネイケッドのパレットを買いました。今までの、ネイケッドシリーズのパレットってそんなに私なんか惹かれるものなかったんですけど、今回は好きな色合いがすごい揃っていたのでぜひ買いたいなと思っていたので買えて本当に良かったです。で、まあこんな感じで箱がこんな感じなんですけど、でこんな感じでパレットが、すごく可愛いんですけど、また中身のレビューだったり、このパレットを使った、メイクはまた違う、また違う動画でやりたいと思ってるんですけど、こんな感じの色になります。で、まあもちろん後ろ側にはこんな感じでタイ語で入っているんですけど、こんな感じでね、
私はこんな感じになっています。他にも、買いたいものがあったけど、どうしようかなどうしようかなと思って、その時にとっさに欲しいものにしようと思って、まあアーバンディケ以外のブランドは普通に通販サイトで買えるしと思って、ツーフェイスとかのパレットもあったし、キャットボンにもあったし、あと何があったかな、あとなんかまあアナスタシアがなかったのはちょっと残念だったんですけど、他もまああったんですけど、まあその時になんか何がいいかなって自分の中で見て何が必要かなと思って、その時にずっと欲しかったパレットをずっとなんか買うか買わないかでずっと迷っていたのが、このキャットボンディのこちらのパレットになります。まあずっと前に発売されたもので、これの新しいシリーズ、なんかラメ感が入ってるアイシャドウのパレットもちょっと前に発売されたんですけど、まずこっちを買おうと思って、とりあえずその時欲しかったのがこれで、これを買いました。まあ後から考えたら、ネイケッドのもう一つのパレットがあるんですけど、そっちの方買えばよかったかなと思ったんですけど、まあそれはまた違う機会に違うとこでどっかで買えばいいかなと思ってます。で、こちらのものなんですけど、これもまた違う動画で、これを使ったメイクしたいと思います。まあ、こんな感じで、一つ一つシャドウの名前入っているこういった紙と、裏側にはどういう感じでどういうメイクができるかとか、色合いがこんな感じです。はい、全てマットになっております。まあこれはオールシーズン使えるんじゃないかなと思ってずっと欲しかったものです。まあ、そんな感じでセフォラで買ったのは、これだけですね。これだけにしました本当はもっともっと買おうかなと思ったけど、まあその時その時でまた違うものを違うとこで何か買えばいいかなと思って、セフォラではこれだけを買いました。でも後から思えば他のものも買えばいいかなと思ったけど、まあビューティーブレンダー本当もっと買いたかったんですけど、普通に計算したら違うサイトで買った方が絶対安いしって思ったから、そうだからあんまり買わなかったんですけど、必要最低限の数だけ買ってきました。まあそんな感じでセフォラはこんな感じで終わりました。あとお買い物して会員証がもらえたんですけども、こちらのセフォラのカードをもらいました。こんな感じで、でこれは、タイとどこだ、これは多分どこだ、タイとオーストラリアとフィリピンかな、あとどこだろう、まあいろんなここに入ってる国々、まあこれちゃんと国名じゃなくて略された感じで書かれているのでちょっとわからないんですけど、まあここのとこで使えるよみたいな感じで書いてあって、まあ最初は欲しくないと思ったんだけど、まあなんとなく会員になったら、まあちょっとお得なことがあって、それはまた違うビデオ、その場所がどうのこうのって詳しい話をしてる時のビデオでもうちょっとお話をしていきたいと思います。ただ会員証は作りました。そしてお得なこともあったので、もしよかったらそっちのビデオも次の時にあげるので、もしよかったら見てください。はい、そんな感じでセフォラの買い物はこんな感じです。そう、セフォラに行ったお店があって、読み方が合ってるかわかんないんですけど、イブ&ボーイっていうお店がありまして、このお店に関してはいろいろ本当にいろんなブランドの、コスメたちが扱われていて、それこそアーバンディケイとかもあるし、ニックスもあるし、日本のキャンメイクとかセザンヌもあるし、本当に幅広いブランドを扱っていまして、そこもぜひ行きたいなと思って行ってきました。で、イブ&ボーイのインスタグラムがあるんですけど、公式のそこで、数日行く数日前にチェックしていたら、ニックスが 50% オフになっているのを見たので、絶対ニックス買ってこようと思って、まあ日本にね戻ってくるらしいんですけど、まあその前にちょっとお得な値段で買おうと思って、まあいろいろ買ってきました。で一番欲しくて、ずっとね通販サイトでビューティージョイントとかで買おうと思ってたものがずっとね売り切りで
売り切れてて、今でも全然買えなくて、多分まあすごい人気で、色も人気でなのかわかんないんですけど、ずっと買えなくて、まあやっとタイのとこで、タイでゲットできたのがこちらのファンデーションになります。今これ NYX で一番新しいファンデーション、これがずっと売り切れてて、ずっと買えなくて、やっと買えたっていう感じです。で、これに関してまたね、違う時にあのオイルテストをしたいなと思ってるんですけども、で、色合いがすっごく多いんですよ。ものすごく多くて、何買おうと思って、まあ、なんとなく自分の手の甲だったり、ちょっとあのここら辺で試しみたり、お兄さんたちとかいるんですよ。お兄さんとかお姉さんいるんですけど、結局言葉が通じないので聞けなくて、なんとか自分で自力でカラーをあの選んだんですけど、ちなみに私はバニラっていう、色を買いました。確か07番だったかな、お店で言うと。そうで、それを買いました。とあとはこれもずっと欲しかったのが下地、この下地なんですけど、これもずっと欲しくてセットで買いました。で、これに関しては、あとね、NYX で一番、私の持ってるコンシーラーで一番好きなコンシーラーが、NYX のこのコンシーラーが私の中で、今まで使ったコンシーラーの中で一番好きなコンシーラーなんですけど、これがもうちょうど自分のがもう終わっちゃってて、だからこれを買ったんですけど、この3つに関しては 50% オフではなくて普通の値段でした。はい、普通の値段で495バーツで、このシャインっていうのが495で、このコンシーラーが345バーツなので、まあ ×3 をしていただくと日本円になります。で、こんな感じで、これは 50% オフではなかったです。で、今から紹介するものが 50% オフになっていたものです。で、今日は、ファンデーションも下地も、まあ、コンシーラー使ってないんですけど使っています。で、また違う時にそれはまとめて紹介したいんですけども、で、今日はちょっと眉毛の色がいつもと違うのはその 50% オフで買ったものです。これもちょっと色が、選びにくくて、正直、まあ、調べておけばよかったんですけども、何が 50% オフだったのかちょっと分かんなかったので、まあ、とりあえずなんとなくの色を、買ってみたんですけど、まあ別に、こっちの髪の毛がもうちょっとね、抜いたら抜けてきたらいい感じになるかもしれないかなって感じです。で、これは、チューブ状になっている、なんかポマードみたいなのがチューブ状になってるアイブロウポマード的な感じなんですけども、で、ポマード、一応ポマードみたいなチューブ、ポマードがチューブに入ってるっていう感じです。はい、で、色がモカを買いました。で、これ 50% オフでした。あとはまとめて、友達が使ってるのを見て、あ、いいなと思ったのが、本当はリップとかに使うものらしいんだけど、私はリップとしてじゃなくて、リキッドアイライナーとして使いたいなと思ってこちらのものを買いました。本当はなんかこんな感じで、はい、こんな感じで唇をなんかカラフルにしたりとか、なんかちょっとアートチックな感じに使えるよみたいな感じです。でも中身は本当にリキッドアイライナーっぽいです。本当にあの筆もこんな感じで、こんな感じになります。本当に細いので、で、今日もちょっとつけてるんですけど、全然あのアイライナーとして使えるので、これいいなと思って、まあ、その前色はなかったので、まあ、あった色だけを買ってきました。で、これも 50% オフになりました。あとは、50% オフで、まあ、リップ類とかもあったけど、好きなリップはなかったので、買うのやめました。あとはなんか、なんか微妙なものしかなかったので、ちょっと、で、これもずっとビューティージョイントとかで見てずっと気になってたアイライナーなんですけども、色がなんか結構パープルっぽい感じ色でずっと気になってて、
これもなんか夏とかに使えるし、ちょっとしたポイントとかでも使えるかなと思って、こんな感じの、こんな感じなんですけど、色がすごい可愛くて、ちょっとパープルなものいいなと思って着てみました。これもね、ずっとビューティージョイントで買おうかな買おうかなってずっと迷ってたもので、なのですごい 50% オフで買えてよかったなと思って、しかもすごい描きやすくて、こっちはピンク、ちょっと見えづらいけど、ピンクと今紫、ピンク、あとイエロー、こんな感じです。パープル、ピンク、イエローです。なんでこれはまあここの下に粘膜に使うこともできるし、このアイライナーのちょっと下のところにピッとちょっと線を入れるだけでも全然可愛いし、この中心のところをちょっと入れてぼかしたりするのも可愛いなと思って、はい、買ってみました。はい、あとは、薬局とスーパーで買ったものを紹介していきたいと思います。で、スーパーで買ったものはこちら、結構なんか有名な歯磨き粉らしくて、なんかホワイトニング効果のある、歯磨き粉らしくて、これを買いました。まあ、ずっと気になってたっていうのもあるし、まあ、日本とかで通販とかで買うと若干高くなっていたので、まあ、やっぱ現地で買った方が良かったし、ただこれお店によって本当に値段が変わってくるので、私はこれは普通のスーパーで買ったんですけど、本当に場所によって変わるので、それをちょっと見ながら買った方がいいかもしれないです。あとはそう、行った時にフロス持ってなくて、そう買ったんですけど、もう日本でもこういう形とか全然あるんですけど、断然タイで買った方が安いので、もうちょっと大量に買えばよかったなと思ったんですけど、こちらを買いました。向こうで買うと200円ぐらいだったかな。もうこっちだと400円とかが一番安いぐらい、いや200円もしないかな、いやでも200円ぐらいですね。はい、あとはこれはおすすめですし、向こうで買った方が断然安いのが脇臭みたいな脇のね、匂いを抑えてくれるやつなんですけど、普通に別に自分はめちゃくちゃ臭いとかじゃないんですけど、まあ時と場合によって、でも別にみんな臭い人だけが使うとかじゃなくても、普通につけて匂いがついているので、それがだんだん汗をかくとその匂いがちょっと出てくるので、いい匂いがしてくるんですね。だから別に脇がじゃなくても、そう、臭い人にもすごいし、臭くない人にもいいしみたいな、なんでまあ私は好きですこういうのね。だからこれを買いました。日本だとやっぱりこういうのを通販とか薬局であんまないので、こういうコロコロタイプあっても小さいし高いので、断然海外で買った方がいいです。タイは安かったです。なのでこれを買いました。1個だけ買ってみました。このシリーズっていうか、このそう、こいつは使ったことなかった。私いつも使ってるメーカーが違うメーカーがあるんですけど、そっちはもっと固形のものなんで、まあ、これは液体なんですけど、まあそんな感じです。これはお試しにと思って買って、すごくいい匂いだったのでおすすめです。あとはタイで買ってお得なものっていうのは、こちらのロレアルのこのオイルなんですけど、紙用のオイル、私は違う同じシリーズのっていうか、同じロレアルのオイルの違う匂いのものを使っているんですけど、今回はこれを買いました。なぜかタイで買うと半額ぐらいです。日本で買うと大体2000円くらい、1900とかそれくらいするんですけど、タイで買うと1000円くらいだったので、もっと買っとけばよかったなと思ったんですけど、まあ重さの関係上とかいろいろ考えたら、なんかもっと買えたんだけど、ちょっと怖くてこれしか買わなかったんですけど、まあ、次回また行った時はもうちょっと買っていこうかなと思います。断然向こうの方がお得です。でこれはちゃんと薬局で買ったし、しかも日本のものなんですよね。日本語で書いてあるので、こんな感じで、でこっちにするとまあタイ語のやつシールが貼られています。なのでまあもしこれを使っている人がいたら、断然タイで買った方がお得です。これは普通の、薬局で買いました。
あと、結構タイは、まあ、日本のコスメも多いんですけど韓国のものも多いです。で、ちょっと面白そうだなと思ったのがこちらのマスクなんですけど、すごい安く売られていたのでちょっと買ってみました。で、ここにマスクが入っているので多分なんかクリーム状みたいな感じで入ってて炭のやつなんですけど、で、オイルコントロールです。デトックスをしてくれる、マスクになります。これを買ってみました。あと他にはこちらのマスクたちも買ってみました。これも韓国のやつなんですけど、これも安かったので買ってみました。結構可愛い感じのマスクです。あと自分がずっと海外の YouTuber さんを見てずっと気になっていたウォータークレンジング、クレンジング、そう、クレンジングウォーター、この、これがずっと気になってて、たまたま向こうで見つけて、本当にあると思わなかったんですけど、これを見つけて、だいたい日本円にすると多分500円ぐらいだったかな、1個なので、これを買ってみました。で、こっちは単品で売ってたんですけど、はい。で、こっちはセット売りしてて、なんかまあこれセットで買うとお得だよみたいな感じでセットで売ってたのが、これとあとこのブランド自体のいろんなスキンケアがたくさんあったんですけど、その中でも気になってたものがちょうどセットになってたのでセット買いしてみました。で、それがこちらの多分これが朝用かな、違う、これが夜用のクリームになります。これと朝用のクリームで、一緒に入ってくるのがこちらが、朝用のクリームになっています。で、中開けるとこんな感じでクリームが入っています。で、これなんか SPF20 入っているので、ちょっと日焼け止めが入っている感じですね。で、こういう感じで匂いがめちゃくちゃいいですね。なんかレモンっぽい感じの匂いです。めっちゃ良さそう。で、ホワイトニングしてくれるらしくて、そうっていうホワイトニングの入ってるセラムクリームらしいです。だから美容クリームみたいな感じですね。で、これが入ってて、夜は同じで、あ、ちょっとなんかこれ間違えそうだな、なんか同じ色の気がする、ちょっと待って、あ、すごいなんか間違えそうでもまあ後ろを見れば違うので、青いのが夜用で、こっちのオレンジ色のが朝用です。で、こっちの場合はスリーピングマスクらしいです。なのでこれもつけて寝るっていう感じの、美容液入りのクリームになります。で、これは匂いどうかな、あ、いい匂い、なんか石鹸っぽい。でもちょっとなんか好き嫌いあるかもしれない、人によってはちょっと香水っぽい感じ。でもきつくない、本当に石鹸っぽい感じです。なんか、うん、ボディーソープ的な感じのものを買いました。これ2つとこれと、なぜか鏡がついてきました。はい、まあでもまあこういう鏡もね、旅行の時に便利なので、これがついてきました。で、また値段はここら辺に載せてると思うんですけど、こんな感じでした。まあ単品で買っても同じだった気がするけど、どうかな、まあそんな感じで、これはセットものとして買いました。あとは関係ないかもしれないけど、タイ有名なハンドソープみたいなのをたくさん買いました。これも場所によっては本当に値段が変わってくるので、私が買ったとこは6個で200バーツだから1個100円ぐらいかな、そう、1個200円ぐらいで、1個はこれゾウさんのやつで、たくさんいい匂い、めちゃくちゃいい匂いするんですけど、たくさん買ってきて、まあ何個か友達とか、1個はもうお母さんにすでにあげましたので、ちょっと今5個しかないんですけど、あとはこれココナッツで、本当にココナッツの匂いがします。で、本当にこれ
買う場所によってはもう値段がかなり変わってくるので、私はデパートのとこで買いました。こういうお花とか、あとはこれなんだっけな、果物忘れちゃったけど、これ果物のやつ、めちゃくちゃいい匂いする。とあと1個がなんだっけ、あ、これもお花かな、これもお花です。これを買いました。はい、ではそんな感じで、コスメ類とか、スキンケア系の購入品の紹介でした。で、また違うビデオで、もうちょっとセフォラだったりイブ&ボーイとか他の薬局の話とか、もっと詳しいビデオを上げるので、もしよかったらそちらも見てください。ではまたねー。